を回りました。改めまして和田アキ子です。柿原忠です。アッコのいい加減に旋回、東京有楽町日本放送の制作で福井放送、高知放送、大分放送で沖の皆さんにもお送りしています。はい、12時50分頃からお送りするクイズコーナー、クイズアコちゃんに叱られる、電話に出てクイズに正解されると1万円が当たります。はい、出場ご希望の方はメールとファックスにお名前と住所と、そして電話番号をしっかりと書いておいてください。受付メールアドレスは小文字で AKKO アッコアットマーク 1242.com、ファックスは 0570-021242 でお待ちしております。はい、いろいろと、まあ、あの関東以外からも、まあ、メールが届きます。嬉しい。はい、それもあのネットしてない地域でもですね。そうなんですか。やっぱりラジコのエリアフリーなどを使って、はい、ということで、はい、鹿児島から来ました。わー、嬉しいな。霧島市の51歳の満腹さんです。はい、オープニングで音楽プロデューサーの亀田誠治さんのお話をしていましたが、はいはい、ネットで見た情報なんですが、はい、音楽プロデューサーの亀田さんは大変せっかちな方で、うん、バナナを食べながら歯を磨いていたこともあるんだそうです。それはせっかちっていうより変人じゃないんですか。今度お会いしたら言うときますよ。それどうやるの、バナナ食べたの かまなあかんでしょ、やっぱりバナナでも。はいはい、なんで歯を磨くってバナナ味にするのかな。あのブラシでバナナを潰しながら、だからもうバナナを食べて終わったらすぐ歯を磨こうと思ってるのを同時にやっちゃったんじゃないですか。ということではないんですかね、せっかちということで言うと。せっかちってそういう意味のことを言うんですか。もうなんかもう待ちきれないっていうか。まあまあまあ、ごめんなさい、私がねこんなこと言うのはおかしいね、何に対しても。バナナ食べてんのは私やからね。そうそうそう。ああ、そうですか。だから満腹さんは、うん、アッコさんが夜中バナナを食べているということと、はい、バナナつながりで思わずメールしましたということです。どっかでお聞きになったんですね。そうですね。なるほど。カメちゃん今度あったら言うときます。来週ですから。はい、そうですね。はい。はい、あ、そんなに余裕あるかな、私。歌の時だけ緊張するからさ。そうです。いや、もうリラックスするためにもこのことを絶対言おうと決めといたらどうですか。そうかな。そう、かえって私はリラックスしてもカメちゃん余計なお世話。ちょっとまあそういう余裕なさそうですね、まだね。どうなんだろう、先にステージ立ってらっしゃるからね。まあそうですね。そうなんですよ。はいはい。まあ、あの終わったら言えるから、私で終わりだから、亀ちゃんのバンドのそうなんです、ね、ゲストは。はいはい、はい、もうぜひぜひ、はい、後日談も楽しみにしております。はい、あと鳥取からも来ました。ラジオネームうさ太郎さんです。嬉しいですね。はい、こうやってそういうね、全国からネットしてないところで、はい、明日から5月だから早いですねと。うん、早い。こちら鳥取では田植えが始まります。うん、会社が休みのこの時期は、まあ、ゴールデンウィーク休みの間に田植えをします。は、秋の新米の収穫を楽しみに頑張ります。農家の方なんですか。これだからいわゆる兼業農家っていうんですかね。お仕事しながらね、ということなんでしょうね。ゴールデンウィークのこの時期っておっしゃってんだから。そうですよね、休みの間に。はあ、じゃあもう雨も降らんとね、お天気だったらいいね。そうですね。田植えの作業の時は。岐阜県からも来ました。はい、みきみきさんです。はい、最近は暖かくなったり風が強かったりで、はい、季節の変わり目だなと感じていますと。はい、世間では連休が始まったと言っていますが、特に変わりのない毎日を送ることになりそうです。はいはい。72歳になる夫が、うん、転倒して骨折をしてしまい、はい、もう親族が集まることすらもう遠慮してもらってますと。は、2週間と短い期間の入院なんですが、病院には一度きり荷物を届けたくらいで、まあ、コロナ禍ということであとは来ないでほしいとのことでした。アコさんはまあ転ばないと思いますが、もうどうぞお気をつけください。ありがとうございます。もうね、私もわかないしね、聞いたらね、やっぱりもう転んだりすると、年取って転ぶと本当寝たきりとかになるとね、他の機能もう歩けないとか、はい、で例えばそのもうなんでこう、あ、歩けばとか例えばを一緒に言おうと思ったら例えばとかなっちゃうの。さっきの何でも略せばいいってもんじゃないね。亀田さんと同じ状況ですよ。本当よ。せっかちな。せっかち。いや本当にあのなんていうの、あの咳しても誤嚥になる可能性もあるし、はい、いやその寝てるだけだとね、だから転ぶってのは本当にちょっと大変みたいですよ。私前ね、絨毯でピュッて引っかかった時あるからね、家の。はいはい。うん、あの必ずしも段差だけじゃないみたいですね。うん、まあでもね、あの見
前に行けないっていうのはまた辛いけど、一人でいる人も寂しいからね、なんとか携帯とかつながるんなら、あのメール送って勇気づけてあげるといいですね。そうですね。もうあの入院すると、私はさっき冗談でそのあの病院でも喋るのになって思ったけど、ものすごく落ち込むからね。で不思議なのよ、あの、まあ、このコロナ禍はあのダメですけど、誰か見舞いに来ないかなと、見舞いに来てもらったら早く帰ってほしい、疲れんのよ。不思議なもんね。不思議なもんなのよ。いろんなもう足骨折して入院したりね、子宮がんで入院したり、ポリープで入院したりとか、いろいろ入院はあるんだけど。そう考えたらアッコさん結構本当実は満身創痍というか、そうそうそう、病気の経験多いですよね、人よりね。多いですよ。だけど怪我も、ね、なんかやっぱ病気の時に気がめいるっていうね、はい、で何でも気って言うじゃん、やる気、根気とかね、病気もそうだけど、そんな時にちょっとしたことがすっごい嬉しい時あるの。だから今回そのコロナでものすごく落ち込んで、もう自分で悔しかったのね、なんでやねんっていう。でもみんなのそのメールとか電話で、あ、みんなが心配してくれてるって、ちゃんと直してみんなに説明できるって、こうこうこうだったとかって言える自分がいたから。なるほど、うん、だからみきみきさんもね、あこさんがおっしゃったように、なんかこうメールだけでも全然、なんかね、こう交流があるだけで、そうそうそう、ご主人も励みになるような気がしますね、うん、はい、どうぞお大事にとお伝えください。そうですね、はい、お伝えください。引き続き AKKO あっこ@1242.com でメッセージお待ちしております、はい、続いてはこちらのコーナーに参りましょう、はい、週刊和田スポ賛否両論。プロ野球千葉ロッテマリーンズの佐々木朗希投手に対する審判員の行動が波紋を広げています。これは24日の対オリックス戦、佐々木投手がボールと判定されたことに思わず苦笑いをしたところ、白井和之球審がマウンド付近まで詰め寄り、あわや一触即発のムードになりました。この白井球審の詰め寄り騒動は各メディアで取り上げられ、球界 OB などがそれぞれの立場からの見解を発信し、連日のように報じられています。また NPB 日本野球機構には多数の苦情が寄せられ、対応に追われる事態となりました。この騒動、一体どんな形でゲームセットになるんでしょうか。復帰後初の生出演。先週がんの治療のため活動を休止していた小倉智昭さんが半年ぶりに活動を再開しましたが、復帰後初の生放送への出演が明らかになりました。小倉さんが生出演されるのは、私柿花が日本放送で月曜日から木曜日の朝担当しています、あなたとハッピーで、来週の5月5日木曜日になります。小倉さんは長年同じ時間帯の特ダネをキャスターを務めてらっしゃったこともあり、あなたとハッピーへの出演は初めてとなります。それにあたって小倉さんは、当日は新潮社の中瀬ゆかりさんがいるので怖いものなし、復帰後初めての放送ですから暴走するかもしれませんと意気込みを語りました。果たして小倉さんの暴走を止めることができるか、どうぞ聞いてください。活動休止。昨日ジャニーズ事務所は関ジャニ∞の大倉忠義さんが体調不良のため活動を休止することを発表しました。病名は右低音障害型難聴と両側耳鳴りだそうで、小倉さんは仕事に集中できないほど耳がおかしくなっていることに気づきました。病院に行くとストレスが原因だそうですとコメントしています。事務所によりますと、大倉さんは1年半ほど前から耳鳴りの症状が出始め、定期的に通院しながら様子を見ていたそうですが、今月になって症状が悪化、再発を繰り返すと悪化する恐れがあることから、医師からの指導を受け、最終的に休養を決断したそうです。関ジャニ∞は7月にスタジアムライブを予定していますが、今回の休養はそのライブに万全の状態で臨むための決断だそうで、完全復活を多くのファンが待っています。私もちょっと今難聴気味なんですよ。あ、そうですか。で低音と高音で、で、まあ、来週そのフェスに出るんでね、PA は上げてもらってんだけど、もう一回、まあ、5月に入ったら耳鼻咽喉科行って周波数を教えてもらって、はい、それで
で、そうするとあのマイクもやりやすいらしいの。周波数っていうのはなんか聞こえる低音のいくつで聞こえるとかいくつで聞こえないとかね、それを数字で把握しておく、把握しておくとあの PA さんもやりやすいっていう。そんなこと知らなかったから、はい、どうなんでしょう。でもこの大倉さんっていう人は最近全然お会いしないけど、患者になん、患者になんてって変な言い方だけど、もう何十年待っていないです。ああそうか。テレビではよくね見ますけど、活躍されてますからね。大倉さんってあの今噂のある人も休んではるよね。そうです、ね、ちょっと前にね、噂というか普通に交際報道がねありましたよね。はいはい、ですけどその方もお休みですよね。そうですね。あら、ちょっと心配ですね。え、あ、そう、そのお相手とされている方は休養ではなくて、ちょっとなんか体調が悪くてなんか舞台を途中で降板したけど、またなんかいろいろキャンペーンでは活動されて生放送出たりとか。あ、そうなの。してました、してました。この間僕もう治られたっていうか、はいはい、あ、体調不良。体調不良だったみたいです。あ、え、でも大倉さんも一応体調不良。そうですね。だから、うん、なんかごめんなさい、言葉を含みながら話してるとあれですけど、その女性の方は、はい、活動休止という発表してないってことですね。あ、はい、なるほど。でもね、バンドやったりしてるからね。そうですよね。バンドやったりしてるっていうか、バンドが本職だもんね。はいはい。音楽関ジャニエイトって言ったけど、今関ジャニは今確かにメンバー5人だと思いますね。ああ、はい、そうか、はい。そうするとこれで1人かけるだけでもね。いやもう大変ですよ、メンバーは。やっぱり。でもね、耳鳴りとかね、いつも思うんだけど、本当にね。不謹慎かもわかんないけど、私が自分で思うにね、はい、その自分がコロナの感染も含めてそうだけど、これがね、例えば手を骨折したとか足を骨折したとか包帯とかギブスやってるとみんな心配してくれるのよ。で見てもわかるから、はい、耳鳴りとかね、こういうのって見た目わかんないから、うん、辛いのは辛いと思いますね。いや、ましてこう、あとはなんかそのめまいとか、うん、そういうのって僕も本当めったにないですけど、時々経験するともうものすごく苦しいですもんね。あ、カッキーそんなの。僕時々あるんです、本当に。疲れが、なんとなく耳鳴りと、うん、こうなんとなく天井がぐるぐるっと回ってるようなめまいみたいな症状が本当に何年かに1回あるんですよ。それで病院行ったりしてんの？いや、でもまあそれも本当に疲れた時なんで1日ぐらい休めば戻ったので、前回は、うんうんうん、ただあ、こんなに耳鳴りめまいって気持ち悪いんだと思って。あ、なるほど。なんか自分が経験しないとやっぱりわからないというか。そう、ね、はい、だからやっぱり見えないところだけど、これはね、耳はね、私ずっと前に耳鼻咽喉科行った時に、もう私もデビューして今年10月で55年目に入るからさ、はい、で今やこのイヤモニっつってね、イヤホンみたいなのつけて音と自分の声とバンドの音と調整したりするけど、昔はそのまま聞いてたからね、大音量で。そうですよね。だから割と芸能界で歌手、歌とかバンドやってる人は割と耳が難聴だったりする人多いんですって。やっぱり音量で歌うのが。そうなんですよ。で、まあ、ステージで言うと両端にスピーカーを置いて前からも来るようにしてって、で後ろからはバンドのそのギターとかベースのこうなんていうの、うん、スピーカーが聞こえてきたりするから、これはもしあれでしたら本当にゆっくり休まれて、それで原因がストレスって言われたんならやっぱりゆっくり何も気にせんと休まれた方がいいですね。よくあこさんも言いますけど、まあせっかくあの大変だと思って病院に行っても結局ストレスですとしか言われなかった時もね。そうなのよ、私の場合はね、ストレスとカレーしかないのよ。でも先にうーんって言われると、カレーですかって、そうですねっていうか、はい、もう心の中ではいお気に入り、はいはい、わかりました、ほなサインならって感じですね。いやー、なんかね、病名がついてほしいわけじゃないけど、それだと分かってるんですって気持ちにもなったりもしますよね。でもストレスのない人なんていないと思うから、やっぱそう受け止めて治療にやっぱり、ね、7月した方がいいと思います。スタジアムライブに間に合うように、ね、ということのようです。そんな中でも小倉さん、はい、よかったですね。いや、小倉さん本当によかったですね。やっぱりこの人強い人ですね、はい、本当に、うん、だって前に
休まれたのはどこでしたっけ、なんか膀胱がんでしたっけ。2015年に膀胱がんと診断されて、はい、でそれでも膀胱の全摘手術もされましたし、はい、あとはあの肺に転移したことも発表されて、ね、去年、はい、でこれでまたあのしっかりと治療されてということですね。あ、まあね、今なんかもうちょっとするともう5人に3人は何らかのがんを持つっていう人もいますから、早期発見がいいんだっていうのもありますけれども、ね、いやでもやっぱりさっき言った気持ちの問題もあるかもわかんない。素敵ですよ、ちゃんと復帰されるっていう。なんかたくさん今ちょっとここにある資料のお写真、復帰された写真見るとお元気ですよね。いやめっちゃ何も変わってないですね。全然前と何ら変わらないですね、はい、素敵です、素敵です、はい、いや頑張っていただきたいと思います、はい、そしてこの私はよくわかんないんだけどこの佐藤朗希投手、はい、うーん、佐々木朗希投手ですね。あ、佐々木朗希投手、はい、これはねどっちもどっちっていうか球審をちゃんと立てなあかんけども、はい、まあ、はっきり言って誤審っていうのもあるわけでしょ。そうですね、だから今ビデオ判定とかもあるぐらいだからね、はいはい、お相撲でも。そうですね、じゃあ何のため審判員いるんだってのあるけど、これはね私は難しい、野球よくわかんないけど、うん、でも昔よ、古い、私は古すぎるけど先生とか偉い人に立ち向かうとかそういう態度出せなかった。これ何人まで OK なの今。16分34分、今ディレクターからまだ大丈夫ですという曖昧な指示だけ来ました俺も何分までか教えてほしいのにまだ大丈夫です、ね、いやだから あと1分だそうです。あと1分じゃあ17分、今大至急紙に書いて持ってくるみたいです。いやいやすいません、君イヤホンしてんだから、はい、君に伝われば紙に書、はい、いやいや、でもカッキーなんかどうですかこれ。僕は本当に生意気な態度かどうかっていうのは、うん、もう球審じゃないとわからないかもしれないですけど、うんうん、なんとなくこうスポーツニュースとかで見る限りにおいては、うん、ボールって判定された時の苦笑いはあれぐらいはみんなピッチャーやってるような気がするんですよ。するとやっぱ今注目されてる若い佐々木朗希投手だからこそ、うん、審判もまあこうお気を据えるじゃないですけど、今持ってきてくれましたねスタッフが。スタッフが19分30秒だそうです。無言でドア開けて出ていきました。皆さん聞いてる人も緊張感を持って19分30秒、こんな番組あんの。いやでもね、なんていうかそのじゃあさ、よくさあのバッターがね、はい、誰じゃないけどたまに見るとさ、外国でもよ、大リーガーでもなんか打たれたりするとチェじゃないけどグッと睨む人もいるじゃない、はい、あのピッチャーを、ええ、投げたピッチャーにね、はいはい、ああいうのも問題になってくるってこと。何メンチ切ってんねんって。メンチって関西弁で、うん、はい、ガンつけるです、関東で言うと。いやだから選手と選手同士だと、うん、まあ、審判は介在しないんですけど、うん、やっぱりここはまあ一応この試合を取り仕切っている、うんうん、人に対するプレイヤー側からの無礼な行為ということになるので、これがまた難しいんですよね。まあそれでまあね、審判は大先輩っていうか、もうそうですよね。あれで佐々木朗希選手はまだ若いからさ、はい、でも反対に考えたら高校野球なんか絶対的じゃない。そうですそうです、そういう意味だよね、はい。まあ、いろんな意味で年齢も違うしレベルも違うかも分からんけど、球技っていう人くくりにすればね、はい、その時は絶対的な球審の人がいるわけでしょ、はいはい、そうです。絶対的に監督の、はい、そういうのもありかな。そんな中で昨日の柔道なんて話飛ぶけど、はい、斉藤選手が優勝したけど14分戦ってね、で、まあ、説明してる人が、あ、これはちょっと余計な、注意でしたねなんて言うけど、30秒で終わりですからこれで終わります続きはまた後ほど